この青空のどこにコロナが潜んでるのかが分かんないぐらい天気ですね、うん、まあ本当にちょっとねここまでひどくなるとは思いもしない状況になっちゃってね、もう世界中でとんでもないことになっちゃったんですけどね、ちょっと本当に予想外でした今回、まあできるだけやっぱりね自粛して家から出ないようにっていう風な形で生活はしてましたけど、まあでもそれでもやっぱり音楽はちょこちょここう作ったりとかはやってましたね、うん、ライブもねちょっと延期になっちゃったりしてね、そうですね、本当にね本当にねライブに関してもそうだけどやっぱりねジーグとそのファンのみんなとのその同じ空間を味わえるねところなので、それができなくなっちゃったっていうのは本当にちょっと心痛いし残念しっていう言葉しか出てこないですね。やっぱりもうねちょっとこれ以上伸ばしてもまあちょっとどっかで区切りをつけてやらないとなっていう気持ちもあったし、なんかそういうのでタイミング的な部分もあったんで音出そうよっていう感じに行き着いた感じが、今回のレコーディングということですね。ライブではちょっと 1,2 回やった曲ではあるんですけど、正式にその音としてやっぱりレコーディングとして残したことはなかったので、それを今回ちょっとみんなに聴いていただきたいな、見ていただきたいなというのがあって、こうやって再始動してで、やっぱりこう SNS とかでね不安だった人とかね、ジグ大好きだっていう人がこう僕らと、ね、再びつながってくれることになったから、共にまあね同じ時間重ねてね、僕らもいい大人になってでみんなもいい大人になって、ね、会場見渡してもね本当に懐かしい顔っつうか、うん、みんないい顔なってんなみたいな人たちがわーっと集まってくれてね、当時の音源をねやっぱりこう大事に聞いてくれて、僕なんかも音楽ファンだからもう未だに色あせずに聴いてる音楽僕にもあるから、まあ、その気持ちもとっても痛いほど分かるからね、
人一人なんつうのハグしたい感じかな。昔からいるファンの子もいるし、新しく見に来てくれて楽しんでくれてるファンの方もいて、全然こうずっと待っててくれるよっていうその言葉で、ね、支えられてたっていう。ファンはみんなこうその時その時のシーンをちゃんと覚えててくれる子もいるんで、それが励みですね今も、うん、確かレイバーに変わる時かなんかだったんですよね。ハッピーな感じもあって、なんかすごい、あ、また4人でやれるのかみたいなワクワクしたのをなんかすごい覚えてますね。まだコロナ前だったので、なんだろうな、ちょっとまさかこんな風になるとは思わず、おっしゃやれるぜみたいな感じで、まあ長くやりたいなっていう風に思いましたし、あの時は当時はね、やっとスタートラインにもう一回立てたなみたいなね感じだったですね。なんか僕らだけで決められないこともね、なかったこと言えばね嘘になるし、でもかといえばね、僕らが決めないといけないこともたくさんあったし、そういう意味ではまあ本当にもう一からスタッフを丁寧に口説いてね、繰り返してね数年かかったから、まあようやくやっとって感じで、令和元年のね4月1日エイプリルフールにね発表させてもらった時は、あの時はもう正直まあ嬉しかったのと、まあほっとしたかな。いやもうまさかやるのかとは思いましたね。もう本当にメンバーとも会ってないし、まあ、話すらも会ってないですからね。でその状況の中でこうやるの本当にみたいなのあったんですけど、もうでも実際にやるって決まるともうワクワク感しかなかったんですね。そうですね、本当想定外の出来事で、まあ、困惑しましたね。せっかく始まったのに、え？みたいな。だからもう、まず何、どうする、この状況で何をやれるのかっていうところから考えて、そうすると、まあ、多分今までの常識ではやっぱ通用しないんで、まあ、自分、とりあえずまあ自分たちにできることから、まあ、SNS だったりとか、そういうところからちょっとずつこうまた再始動再始動みたいな感じですけどね、コツコツやるしかないかなっていう感じですね。ちょうど僕らもその2020年はその2月に東京がを決まっててやって、その時はもう世間というかもう世界中がコロナっていうことになってたから、もうこれもしかしたらあかんかな、もうね大変やなっていうところの本当ギリギリのデッドラインやったっすけど、まあなんとかその東京に関しては2月その握手会をねご遠慮させてもらったりとか、もうファンのみんなもそこを分かってくれて、そこでやって、でもその3月の大阪からもうそこからねもうずっともう日本中がもう大変なことになってたんで、まあライブができない云々っていうよりも、まあちょっともう一度もうちょっとこう各々がなんかね立ち止まるというかね、もう一回立ち返るというか、まあそういう意味では良かったし、もう後藤個人的にはまあ基本的にほら制作やったりとか、まあ、ソングライターやったりしてる時っては割とステイホームでね、まあ、ずっとスタジオにこもってることの方が多かったから、日常的にはねステイホームそんなに苦にならないし、まあひたすら、まあ、ステイホームでできること、うん、まあその曲をいろいろアップデートしていったりとかね、アーカイブスを整理したりとか、あとギターねいろいろずっといじったりとか、まあ、ステイホーム中、まあ、ギターが増えたっていうのがねなぜか、うん、ついついギターが増えてましたねなぜでしょう。リハをやるにも、東京のリハはやれましたけど、大阪に向けてっていうのはもう結局そこで止まってしまったので、そっか、それこそズームとか会うっていうのはもう物理的にちょっとできなかった。もちろん飲みにも無理ですし、何かあればズームか LINE、 グループの LINE かで連絡してました。大阪のまあチケットをちょっと年をなんていうのかな越すのも、まあ、その事務所的にも申し訳ないっていうのもあって、まあ、一回まあ返金っていう形になったんですけど、まあ、自分たちのマインドとしてはもう、一番最初に延期になった時と、まあ、全然変わらないので、またみんなで騒げたらいいなっていうのはちょっとまあ身勝手な思いかもしれないんですけど、こんな状況の中でまあそれを正直な気持ちではありますね。いやもう今日の日を迎えるにあたってね、本当にまあメンバーも
まあ、本当に会うのも久しぶりだったし、そのまあ共にこう音を重ね合うっていうのもね久しぶりやったから、まあ、そこはまあ単純にこう非常に高揚感に包まれてるっていうのと、そのやっぱりロックバンドであるみたいなところで言うと、あの今日はあのいろんなシチュエーションがかなってね、まあ、ちょっとバンド録音で、まあ、ちょっと原点に帰ってじゃないけどトライしてみようということで、まあ、みんな一団となってね、本当にスタッフの皆さんも手伝ってくれて、まあ、今日の日を迎えれたから、まああの死の子の言わず、まあ、今の今日の2月13日のジグを今日ね、あの本当にリアルな姿をなんかこうねパッケージできれば、それがなんかファンの人にもね、あの後に見ていただける時にもなんかこうちょっと元気だよっていうねレターにもなるし、まあそういうちょっとそういう気持ちもあってね、うん、もう嬉しいですねやっぱね、うん。力だから。ドラムの位置が。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お久しぶりです。お久しぶりです。ご無沙汰してます。元気ですか？元気で元気ですね。最高だね、ほんまに。ね、なんか本当だろ。新婚会の。あ、懐かしいね。懐かしいね。たちがこの足なのね。はい、16。この高さはこのちょうどいいくらいで。はい、わかりました。基本的にはあの今日の僕らのテイクの素材の上で多分ダビングしていくんで、でプラグインもね ほとんど刺してないんで。そうです。うん。やっぱりなんか楽しいですし、山中湖のなんか昔の、まあ、昔でいう PV ですよねを撮っていただいた、うん、まあ、あの時の感じとかすごい思い出しましたし、まあ信頼するスタッフも同じようにまあ手伝ってくださったりとかして、ちょっとなんか胸熱でしたね正直。やっぱりノイジーはあの青空の下でロックバンドがなんか撮ったっていうあのシーンとか、マッドシティとかもレコーディングわちゃわちゃで撮ったものをさらに、そうだな、映像とかもね撮っていただいたりとか、あとまあもう一曲ドリーマーかな、ドリーマーなんかこんな感じにしようとかそういうのがなく、みんなで僕はこう思う俺はこう思うっていうのをなんか出したのがそのまんまこうフィットしたというか、だから今でもね、なんかライブのタイトルのちょっとした、まあ、あのセンテンスになったりとかしてるじゃないですか。だからやっぱなんか、うん、その辺の3曲ですかね。アライブを前にやって、アライブは上島先輩の旦那両方アライブ、あ、ごめんなさい、君君高山選手が出来上がってきた。最初からゴンちゃんだったっていうのは、もう2時間後ぐらいにはじゃあゴンちゃんね、そう、始めましてってことだね。そうそうそう、バードの2階でそれはよく。で、後藤さんは高山さんことなんて言うんですか。高山さんから最初、そうそう、メンバーでやりだしてからは、うん、加藤さんって最初会った時って高山さんのこと高山さんだった。高山さん、今は
今はもう高山さんとかタカさんとか、タカさん、後藤さんは俺なんだろうね、タカさん、タカ様、タカ様、タカ様とかみんなもう一応白いどっちがいいかな、だけど、うん、えっと、じゃあこれ持っちゃうんだよ、普通はこれか、もしくはあのいつもの多分俺ブーツ預かったままだと歩き気になってた、でも俺一個ブーツないと思ってたそう、ブーツとブーツとあの手話俺あのブーツどっかでまた、あ、そうなんだ、また誰か開けちゃったかなと思った別のブーツを持ってきた、持ってきた、うん、これでもかっこいいんじゃない、なんかワイルドだし、あの黒も、黒も困るんですか、うん、次のライブで履こうと思ってる、あ、これでしょ、あー、かっこいいよ、ホテルの方がいいよ、うん、ダメかつ、いや、GTS か、GTS だよ、モテようとしてる、モテようとしてる、でも、剣道は基本の高いものだよ、こうって呼ぶのは俺だけだし、カトヤムっていうのは、あ、そう、カトヤムと、ずっと俺がカトヤムの昔です、まあ、俺だよ、うん、あのね、関西人ってね、すごいヤンつけるんだよ、ヤンつけるんだよ、やばいやん、最初から呼ばれて、いや、もう、多分最初からだと思う、最初から名古屋だと、最初から名古屋だと、加藤くんとか呼んだことない、呼ばれたことない、本当の最初の曲が来た1時間くらいだよ、うん、加藤さんってあれでしたっけ、去年のライブでしたっけ、最初みんなの前に登場したの、そうだよ、そう、来る前にシャウト、シャウトが、うん、あ、シャウトない、進行会でオーディションで名古屋に来た時にさ、演奏ずっと黙らかったんだよ、あれでもいい、尾崎の T シャツかなんか着ないだったっけ、いや、ブラックバスの映画もうブラックバスじゃなくてブラックサマスの T シャツにしてほしかった、で今で言う2ブロックそう、2ブロック鮮烈な登場の仕方なんだね、しかも指だったよね、フィンガーにね、そうそうそう、もうだって直立不動ないな、だないな、ないなその逃げ立ち見ただけではないな、うん、でそこで俺説得したんだよ、俺も嫌だけどってとりあえず4人いた方がいいよね、うんうん、4人いた方がいいよ、ブラックバスターぜ、アウトドア用のジャンパー、うん、で、リッケンでフィンガーでやってるでしょ、リッケン本物ではないし、グレープだし、でも、カンテラも最初会った時はあんまりあれなんだけど、あのライブ終わってさ、駅で別れる時はすっげえ覚えてる、うん、あ忘れないでくださいねとか、空港でしょ、空港だって、空港だよ、忘れないでくださいねとかつって、うん、なんか言って別れた思いがある、ね、うん、でそっからなんか思ったからこうなって、うん、で、いや彼どうって言うんで、うん、いやいいじゃないっつって、うんうん、俺どうしてもなみたいな感じだったんですよ、うん、俺が育てるからね、育てる OJT 的な、うん、いやずっとこうなんかあのっていう感じだったのが、うん、あのアンコール出てきたと彼出てきたのかって、あ、それで、あ、彼ってこういう、うん、ね、あれが、うん、なりきれる人なんだなっていうのは分かって、うん、あ、じゃあいいんじゃないっていう、うん、これがなかったら今いなかったから、なるほどそうね、そうですね、やっぱまず絶対に誰もがやっぱ一番ですかねっていうのも、やっぱその時に、まあ、途中加入なんですけども、そこから今のメンバーに知り合って、まあ、G ループのベーシストとしてやりだしたっていうのが一番やっぱ思い出の曲ですね、うん、二つ目は、やっぱジュリア、まあ、いろいろ宿泊苦労はあったんですけども、こう自分がこの初めてのこのジーグルというメンバーの中でちゃんとしたベースとしてこう弾いたっていうこと、気持ちがやっぱでかかったですね、やっぱ、うん、でまたその絶対に誰もの次だったかな、確かなんか一番ちょっとこの気持ち的にも盛り上がっている時期でしたね、
大体のアンコールとかね終わりの方に持ってくる曲なんで熱くなりますね。あれは本当思い出の曲ですね。そこからなんか今のメンバーのチームっていうのが築き上げていくのかなっていう気がします。でもやっぱねノイズイビ選べないんだな。2つ挙げちゃうとドリーマーとノイズイビートなんですよ、うん、っていうのもこれどっちかというとスタジオあのリハスタで曲を持ってきて4人でこうアレンジしてたっていう感がすごい強い曲 でしかもやっぱあの一番ライブでもやってる曲っていうのがあって、まあ、同じになんか似たようなリズムなんですけど やってて気持ちいいし、うん、やっぱ見ててくれてるこのノリもやっぱ全然違うんで絶対外せない曲ですね、うん、これもやっぱジーグっていうあのその原点にある曲なのかなと思ってます、うんうん、並びましたね。ね、もう思い出いっぱいのやつからよいしょ。これ割と最近ですよね、これね。エスパール。これどうですか。これも懐かしいよね。懐かしい。これ懐かしいね。もうボロボロっすよこれ。よく見ると。本当だ。よく見るとボロボロで。うん、もうずっと使ってるね。そしてこれがショッカーですね。これもあんま見たことないんじゃないですか。ギターキッズが現れた、うん、大人げないですよねこれ。これ実はローディの鍋からのプレゼントです。ああすごい。裏がそうね、裏がね、いいのかな見せていいのかな。見てほら、マグナムのポールさんとブリザードの聖次郎さんのサイン。ね、こいつは再始動してから登場したね、ゼマティス。こいつもね、お気に入りですね。弾きやすいしね、これね。よし、いい感じ。よし。あれ、ケンさんは、これ音出せるの？あ、いいよ、どうぞ。衣装いいじゃないですか、これ。いい。アライブの時これ着て、うん、で、あっち、君に届く時は、うん、これ、下、白、まあ、同じやつ。で、白にして、あの、ファミの時に着たコートを着て、しっくり。本当は、ここは、うん、そうね、これいい。でも、最近、こっからそうですね。この裏で歩いてこう、あ、でやるとさ、うん、そうそう、あんまじゃない。そうなんだ。でも最初に立山さん会った時やっぱり相当ビビってましたよ。え、そうっす？うん、一番最初ね。そんなに俺その前にだってほらあのプロフィール写真とかスタッフに渡されてて、うんうんうん、今度そのジーグっていうバンドをやるボーカルが九州から来るからって資料見といてって言われて、うん、わーってわーって九州の特に福岡の人は分かると思うんですけど、あのね、まず威嚇から入るんだよ。あ、分かるような気がする。威嚇からまず入る。でそこでこうほらで退いたやつにはもうとことんオラオラでいいんだけど、ふわって踏ん張ったやつにも、うんうん、ちょっと飲み行こうかみたいなね。そうなんだ。眉毛がね、マッチ棒ぐらいしかなかったもんね、上京してて、うんうんうん、すごいよ。今風で言うとそのスカウトマンの人、カテカのシャツ着て、うん、であのこういうバッグで、セカンドバッグ、兄貴も持ってた、そう、こう持たない、こうですね、こういうラインですね、そういうイメージ、そう。今日ふと思ったのが、俺最初に東京に上京した駅が品川。ああ、そうだっけ。そう、東京駅に着かなかった、エンジントラブル。ああそう。そう、そのまあねよくああやってこう公にしてますけど、うん、
その夜行列車でね、東京を目指してこう上京して東京駅のつもりがエンジントラブルで品川で降ろされた。そう。で時期的にもこの時期ぐらいじゃないかな、2月とか5月に出てるでしょ。確かねこれぐらいの時期だったと思う。ね、なんかこう、ね、だよね、見合わせというかね、これ使ってくださいね自分で編集で失敗してきた。はい、はい、今まで、はい、OK。 衝撃だったもんね。初めてその、東京の地に足を踏み入れた時のさ、衝撃だったもん、今はほら、もう全員と来れるけど、当時は関門海峡を越えるっていうさ、そうだね、そうだね。それでもうあのずっと ARB のね「寂しい街から」っていう曲があるね、それをずっとこうちょっと、心の中で口ずさんでながら、あ心の中でそう、歌えないじゃない、エアコンでしょ。そうそう、でもレコーディング楽しみやね。レコーディングとかだと、曲のキーに合わせてキックのピッチを調整したりとかもします。ちょっと高くなったりとかするので、まあ、これを、前後のバランスで、まあ、極端にやっていくっていう感じですかね。授業の一環でこういうのができるっていう、ね、いい勉強ですよね、こういう、なんかこういう学校に通ってたらきっと俺の人生も違ってただろうなって思う。坂本さん全然そういう音楽的な学校とか、知ってる方はいると思うんですが、農業高校なのでしかも中退で、はい、俗に言う、ビーバップハイスクールのような学校でしたね。昭和だ、昭和とね、懐かしいですよ、もうそういうね、やつらも今や立派に親父になってますからね、もう人の親になってますからね。不思議ですわ。時間はそれなりに経ってるってことですね。そう、ほんとそう、不思議でしょうがない、あの場面がね、あの場面がね、あんなこうボーンってやってた子が子供に危ないよとかっていう、お前が言うなっていうね。でも高山さん、詩にそういうのありますよね、そういう世界観ね。そういう世界観ありますよね、本当にね、あれはねあるんですけどね、あんまりこうちょっとこうなんだろうな、かなりこうなんだろうな、オブラートに包んだ歌詞ですからね、あれはね本当のことをこういろいろまっすぐに書いちゃうとCD にできないのでね、ねえ、ね、いろいろありますね、いろいろありますね、いい思い出ですね。441でいいよね、お願いします。
しまーす。世界中を敵にしたってやってみたいことばかりなら、精神でアイディア満載の頭がバーン Blessing to lose ギリギリにならないとスイッチが入らないタイプ、固くなら飼いならせ前にならないの理屈はいらない、なんて宇宙船なんか誰にみんな演じて Just a Friday 誰も知らない涙もあって舞い上がれ、この情熱よ解き放て、仮想するそんな時代はもう終わりでしょうぜ、血が騒ぐほどの好奇心エナジーして、もっともっと誰は俺を動かしてんだ、何かを失ってく、それ